こんにちは、サンロードの花園です。本日もですね、熊本のお土産品ご紹介していこうと思います。本日はですね、さつまいもを使いましたお土産品ご紹介しようと思います。さつまいもと言いますと、ほとんどの方はですね、鹿児島を思い浮かべるかと思うんですけども、ここ熊本でもですね、大津市、こちらですね、さつまいものとっても有名な産地となっております。ということで、こちら熊本県産のさつまいもを使いました熊本焼きスイートポテトです。こちらのスイートポテトに使ってますさつまいもはですね、熊本花房さんが契約されてます農場で大事に育てられましたさつまいもを使っております。こちらですね、香ばしく焼き上げました焼き芋をですね、まるで食べているかのような風味豊かなスイートポテトとなっております。ぜひ熊本のお土産にいかがでしょうか。人吉熊にいらっしゃった際にはですね、ぜひこちらサンロード水源のお土産コーナーをご利用いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントも、お待ちいたしております。それではだんだんなー。